前から終始厳しかったですよね。初めてここが突き抜けるかもしれないチャンスなのかなと思ってます。やり続ける、黒字になるまでやり続ける。正直言います、馴染まないです。最初は苦労すると思います。僕は今配信を始めるべきじゃないかなと思ってます、その理由はやっていかないと見えない部分は結構あるんです。数をねこなしていかないとね分かんないんですよ、手段としての配信。はい、皆さんこんにちは、熊野音楽チャンネルの正男と音大卒 MBA ホルダーというレアキャラ中の人です。演奏会と配信についてお話をしたいなと思ってます。前回のこの番組の中で次回はチラシとか印刷物、それから広報関係の費用のことをお話しますって言ってたんですが、ちょっとねこんなご時世なので配信についてお話をしたいなと思ってます。僕は以前から演奏会の生配信をしたらどうっていうことを言ってました。でその時はね無料の配信をイメージしてたので、そんなことをしたらお客さん減るじゃないかってよく言われましたね。で実はね対談の中でもそんな話をしていて、その対談の模様はこちら、その中でも僕は言ってるんですけど、じゃあ例えばプロ野球の生中継なくなったら野球観戦しに来る人減るんだろうかってな話をしてました。ただねそうは言いながらね、その頃ねそんな議論ってねだいぶマイナーでした。そんな話してる人あんまりいませんでした。でこのコロナのね状況の中でそういう議論ってのが加速してきたので、まあ、ここでちょっとね配信についてのお話を一回しておくのがいいかなと思って今回持ってきました。今のね演奏会の現状です。今演奏会の開催って多分ねすごい大変なんだと思うんです。大体の場合客席をね半分以下に減らして2個に1個全部取っていって、しかも最前列から何列か取ったりとかして2分の1以下になってたりとか、そもそも収入が少ない中で、例えば検温のスタッフであるとかアルコール消毒であるとか、そういう感染症拡大対策に経費もかかって、収入は少なくなってるわ、支出は多いわっていう中で苦労して改正されてるんじゃないかなと思います。で実際はいろんな補助とかね支援とかがあってようやく成立してるんじゃないかなとは思うんですが、それでもねやっぱり今までやってた演奏会よりは大変なんだと思います。そんな中でいろんな催し物やってくださってる主催者の方に本当にね頭が下がる思いです。じゃあねコロナ以前ってどうだったんだろうってのをちょっと思い出そうとするんですが、もうね思い出せないぐらいだいぶ前の話のような気がしちゃいますよね。前までどうでしたっけ。正直そうどうにかね思い出してみたらね、演奏会って前から終始厳しかったですよね。もちろんね人気の楽団とか人気のシリーズとかでいつもほぼ完売ですっていうようなところも中にはあったと思います。でも実際ね定員が半分になったからってあんまり影響ないよねっていうような催し物も正直あるんじゃないかなと思います。僕の知り合いの音楽家の方がね何かの記事に書いてましたよ。ソーシャルディスタンスっていうけど見慣れた光景ですって。まあ、確かにねそういう催し物も多かったと思います。演奏会ってそもそも終始厳しいんですよ。なんで厳しいのかっていうことを考えた時に、演奏会ってのはランクがあるところもありますけど、ね、入場料かける客席の定員っていうのがもう収入の上限なんです。こういう制約の中でやってるビジネスなんですね。まあ、似たような感じのものに例えばホテルなんかもそうですよね。客席の数かける365日がもうマックスで絶対それ以上の収入にはならない。もちろんねレストランを頑張ってみたりグッズ売ったりとかあります。で演奏会も同じように協賛金であるとか広告料の収入であるとか、あとグッズ販売、まあ、クラシックでグッズ販売結構少ないんですけどね、そういったこと以外ではなかなか収入が増えないです。あと CD、DVD 化、放映権、まあ、そういうものがあり得ますが、まあ、基本的には演奏会のチケット料収入ですよね。で特に個人とか知り合いの演奏家同士でやってるようなアンサンブル、そういったものではちょっとね知り合いの業者さんとかに協賛金代わりに広告を出してもらったりというかいうことはありますけども、まあ基本的にはチケット収入頼りですよね。ですのでまあチケット収入に頼っている限り客席数がもう収入の限界なんです。チケットの収入の減額を補うものとして配信を考えるのがまずスタートかなと思ってます。どういうことかっていうと、これが本来の収入の上限です。でこれのうちの今この部分半分ぐらいがなくなってしまっていると。
でこれなくなってしまってるので、この部分を補うために有料配信ですねをしていったらいいんじゃないかなと思ってます。正直言います、すぐ補えるもんじゃないです。もちろんね、話題性があってうまくヒットすればこれを補って余りあるぐらいの収入があるかもしれないですが、基本的にはビビたる額だと思います。入場料3000円の催し物の有料配信で3000円は取れないです。あのコロナで大変な時期だなんかは、その演奏団体を支援するために私同じ金額でも出しますって言ったりとかしてますが、実際にはねそれは無理です。海外なんかのケーブルテレビでペイパービューで、あの1試合なんぼで野球の試合とかスポーツの試合見れたりしますか、1試合数百円程度、まあ、そう考えると有料配信に関しての金額ってのは僕の中では、1演奏会クラシックの場合、もともとの定価が 3,4,000 円の演奏会だったら1,000円が限界だと思います。これは今ネガティブな理由です。減っちゃった部分をどうにか補いましょう、何割かでもいいから補いましょうっていうネガティブな理由なんですが、これがちょっとずつこのラインがこっちに戻っていって、コロナ落ち着いてこう 100% 収入が見込めるようになった時に、この部分が追加で収入がある、これをね目指すといいんじゃないかなと思うんです。要はもともとネガティブな理由で始まったけれども、結果蓋開けてこれで、配信についてノウハウを蓄積していって、いろんなお客さんを捕まえていった結果、従来の収入以上の収入を得ることができる、それがね理想形だと思ってます。これってね僕はすごいことだと思っていて、長い間演奏会の収入ってここが上限だったんですよね。でこれが初めてここが突き抜けるかもしれない。もちろん大規模な催し物だったらね、それこそさっき話してたみたいに放映権であるとか、あと DVD とかのコンテンツにして販売するとかいうことありましたけども、個人レベルでもこれができるようになるって多分ね初めてなんじゃないかなと思うんです。ある意味今しんどいですけども、まあ、今後のことを考えるとまだとないチャンスなのかなと思ってます。例えばなんですけどね、僕これがハマりやすい人として想定してるのは、指導とかで全国回ってます、あちこち転々としてるような人たちは、もしかするとこれは配信はすごくチャンスかもしれないです。あとね、僕が思ってるのは野球と同じで、さっきもちょくちょく出てくるんですけどね、普段はテレビで見てるけども、たまに、まあ、休みの日になったら球団グッズに身を包んで球場に行くっていうような野球ファンとか結構いると思うんですよ。ああいう層っていうのが作れないかなと。あとね、いろいろ話してる中でね出てきたのはね、子供がちっちゃいからなかなか行かれへんわって言ってる人、子供でも楽しめるコンサートみたいなのあるけど、そのプログラム別に見たいわけじゃなくて、今まで通りのプログラム見たいんだけども、0歳、1歳、2歳、3歳、4歳、5歳ぐらいまではなかなかね行けないですよね。でそれだけ長い間行かないとなかなかね、まあ今までだったら定期演奏会年に3回ぐらい行ってた人が5年ブランク空いたらなかなか行かないですよね。だからそういうところの間をつなぐっていうこともできるでしょうし、まあ、それ以外にも例えばその体のね何らかのハンディキャップであるとか、住んでる場所の交通の便とかでね、なかなか外に出てきにくい人、そういう人が演奏会に気軽にアクセスするっていう手段としても配信はいいんじゃないかなと思ってます。あとね、演奏会やって、まあ、特に個人のリサイタルとかアンサンブルとかでね、収支は赤でした。配信もやったけどその収入合わせても赤でした。でも配信やるってことはそのコンテンツ残ってるんですよね。それをアーカイブ配信、有料配信をやり続ける、黒字になるまでやり続ける、そういうねやり方で演奏会の収支を取るっていうのも一つの可能性だと思います。今回は出演者の誰それさんが同じ配信を見ながらチャットしますとか、じゃあ配信をやれば全てハッピーなのかっていうと、やっぱりね欠点はあります。まず一つ、クラシックのお客さんの層が有料でのネット動画配信に馴染むのかっていう問題です。正直言います、馴染まないです。特に従来のお客さんっていうのはね、うちのね母親なんかもね演奏会結構行くんですよ。で、まあ、実家帰ったりとかしたらね、最近はコロナで帰ってないですけども、実家帰ったりとかするとカバンからね折りたたんだチラシだし、今度なんとかさんこんなんやるんやって、この人たちがねネットで決済して配信チケット買って配信見るとは思えないんですよね。でそういうお客さんってまあまあ結構多いと思います。
だから例えばコンサートのチラシも紙でのチラシね、なかなかなくならないですよね。正直今馴染むのか、今中心になってるお客さんに配信が馴染むのかっていうと馴染まないです、多分。ただその次の世代、このいわゆるだいぶご高齢の方の次の世代、この世代はね、まあまあ馴染むと思うんですよ。今数の上ではこの人たちが一番多くて次だと思うんですね。でこの人たちにはもしかすると合うかもしれない。でもう一つ、もっと若い世代、もっと若い世代は特に今年の夏、まあ、6、7月ぐらいから多くなってきたのかな、ポップス系であるとか、あとフェスなんかも有料配信どんどん始まってきてますよね。そうするとね、それが当たり前の世代っていうのが増えてくるんですよね。幸いそういう世代が増えてくるのであれば、その中から、ちょっと私たちのやってるものに興味を持ってほしいなっていうのをアピールしようと思うと、今ちょうどその地ならしができてるタイミングやと思います。だからこの配信の層に馴染むのかっていうので考えると、今は馴染まないです。でもこっから先、せっかくいろんなところが開拓してくれてるんだから、次の世代のお客さんを捕まえるっていう意味ではやったらいいんじゃないかなと。ただやっぱりその今の中心のお客さんと違うっていう意味では最初は苦労すると思います。で次、2つ目、配信の費用の捻出ですよね。まずね、撮影のチームがいりますよね。これ楽団とかの中にいるんだったら別ですけども、基本的には外注することが多いと思います。撮影チームの費用、それから機材費、それから意外とね、回線費ってのが必要です。携帯1台で配信できるかっていうと、お金取る以上絶対途切れさせられないって考えると、それだけではちょっと心もとないです。今はそういう機材はいろいろ揃ってます。で僕もね、今年何回かやるんですけども、ちょっとね、買うほどではないので、僕は今回は何回かレンタルしようと思ってます。それだけでもね、1回ね3万前後とかするので、まあまあ結構な費用になりますよ。それから楽団なんかでやるとき、特に指揮者が外部から来てますとか、あとプロオケとかなんかの場合には、出演者への報酬が配信をするとしないでは変わります。なので費用は結構かさみます。これがやっぱりね、配信のネックの第2点で、実は一番大きいんじゃないかなと思います。それからもう一つ、これちょっとね、忘れがちなことなんですけども、配信でね、有料配信のお客さんを捕まえようって言った時のお客さんの層、このね、層がね、チケットを売る時にのお客さんと配信のお客さんの層っていうのが微妙にずれるんですよね。全く一緒じゃない。だから今までと同じところに宣伝をしててもうまく響かない可能性があります。これがね、欠点の3つ目です。他にもいろいろあると思うんですけども、パッと思いつくところがこの3点です。でも僕は今配信を始めるべきじゃないかなと思ってます。その理由は、まずね、これから先このコンテンツを配信していくっていうことが大きな流れになっていった時に、流れになってから乗っかったらいいやって思う人は多いと思うんですが、実はその時、配信のためのノウハウ、それから先ほど話した広報であるとか、あと配信に適したコンテンツであるとか、それから会場、正直ね、やっていかないと見えない部分は結構あるんです。なのでなるべく早くスタートして、そのノウハウを身につけておくっていうことは結構重要なんじゃないかなと思ってます。それからね、こうね、これうまく言葉で説明しにくいんですけど、僕も YouTube 始めて1年半ぐらいになります。でいろんなアーティストさんと絡んできてるんですが、正直言ってようやくね、アーティストさんのやりたいこととお客さんの見たいものの接点っていうのがこの辺にあるのかなっていうのがね、ぼんやり見えてきました。1年半やって、正直言うとね、それやってみないとなかなか見えないんですよね。アーティストさんなんかは非常に自分がどう見えるのかっていうのが敏感なので、自分がやりたいものを例えば配信していったとしても、あれ、お客さんこういうもの望んでるんや、じゃあこういうもんやってみたらどうやろう、あ、これはうまくはまった、これはちょっとはまらないとかいうので、配信に適した内容っていうのが実は今まで舞台でやってたものとちょっと違うのを敏感に察知していくんですが、これもね、実はね、数をねこなしていかないとね、分かんないんですよ。例えば皆さんもね、演奏会やるときとかに、プログラムこういう風にしよう、こういう風にしよう、こういう風にしよう、こんなところでこういう風にしたらいいんじゃないかっていう風にいろんなことを考えると思うんですけども、それは対面するお客さんを前提にしてるんですよね。これが配信の人と全く一緒かっていうと、実はちょっと違うかもしれない。その人の持ってるお客さんによります。でもね、これをね、試していくっていうのはやっぱりやってみないとわからない。だから早くスタートした方がいいんじゃないかなと思ってます。ちょうどね、
僕も動画でいろいろ説明してるんですけども、文化芸術活動の継続支援事業とか、あとねこういうそのオンライン配信なんかに関していろいろ補助しようというようなものが今はね結構ありますよ。でこういうものがあるうちになるべくトライアルの講演をしておく、それも最初からホール借りてどうのこうのっていうんじゃなくて、数十人規模のライブスペースなんかを使ったりとか、あとはもうお客さん入れない配信だったら会議室みたいなところを使ったりとかで、いろいろ試していくっていうのがいいんじゃないかなと思ってます。それからもう一つ早く始めておくことの理由の一つは顧客の抱え込みですね。あのここの人たち、ここの楽団の人たちとか、この人はいろいろ面白いものを配信してくれるってお客さんに認知してもらう。これは後発になればなるほどしんどくなるので、あの今のうちに抱え込んでおくと。私がね今いろんなことを考えてはいます。うちでは小さな規模のね演奏会なんかで配信をねどんどん積極的に配信しませんかっていうお話をしていこうかなと思ってます。それにあたって、費用がこんだけかかりますっていうのは、ね、正直ねご負担だと思うんです。なので、あの基本的には主催者に負担をかけない方法ってのを今ちょっと考えていて、例えばなんですけど、これまだ煮詰まってないんですけど、こっち客数です、こっち売上です。でもちろん、1人より2人、2人より3人の人が配信買ってくれるとどんどん売上が上がっていくので、総売上はこうなっていきますよね。でこんな中からこういうカーブを描くように、この辺がだいたいね僕が定価で受けた時の金額ぐらいまでは、あのすいませんけど配信売り上げた金額うち優先的に取らせてくださいと。でもあの定価ぐらいに近くなってきたら、うちはもう定価もらえたらもう万々歳なんであんまりいらないです。ここから先は全部主催者さんが取ってくださいというような形でやっていけないかなってことを考えてます。決済した中から逆にうちの取り分取って残りを主催者さんに返すというようなことができないかなというふうに思ってます。でね、多分なんですけどね、こんなことを考えている映像屋さんは日本全国に多分200人か300人ぐらいいると思います。多分いっぱいいます。あとはねちょっとね機械類に詳しい人なんかだったら頑張ったら自分でもできるかもしれないです。ただ有料配信をしようとした時に絶対、まあ、絶対にっていうのはないんですよ。あの全館停電になってしまったりとかするとね、そういうわけにいかないんですけども、安全に配信をしようとするとなかなか機材整えたりとか、それこそレンタルの機材を買ってきた、あの借りてきたりとかしなきゃいけないですけども、それでも頑張ったら自分でもできます。でまあそんなのの相談に乗っていったりとか、僕自身もこんなモデルでやっていったりとか、それ以外にも今いろいろ相談を受けている案件はあるんですけども、まあ、本来だったらねこれぐらいくださいっていうところなんですけども、こんな状況なのでお試しでやってみたいからこれぐらいの範囲でできないだろうかって相談を受けたりとかしてます。まあ今の状況なので、あのまだまだ模索中の段階なので、まあ、そういう相談にも乗れるかなと思ってます。いずれにしてもね、僕はその配信でねどんどん儲けましょうっていう話ではないんです。実は配信がね目的になってしまっちゃいけないと思っていて、目的は業界自体を盛り上げていきたいとか、音楽業界だったりとか音楽家だったりとか音楽団体に入ってくるお金が少しでも増える、その手段としての配信ってのが、こういうお話をしたりとかこういう事業を展開していこうとしている理由です。演奏会の収支の中から一部これぐらいをどうにかして俺のところに引っ張ってきてやろうというんではなくって、演奏会の収支の規模自体をちょっとでも大きくする、みんながあの収入を得られるような形になっていけばいいなと実は思っています。はい、今までここまでちょっといろいろ配信の話をしてきまして、もしかするとねちょっと慌てて台本作ったので話したかったと思ってるネタで盛り込み忘れがあるかもしれませんが、僕が作った台本はここで終わってるのでこれで以上です。この配信だけがオンリーワンな解決策とは限らないです。そのコロナの状況の中での音楽をやるっていうのはね、あのもしかするとこういう場所でこういうことをするっていうのが新しいイベントとしてあるっていうふうに、いろんなねあの解決策であるとか、それも解決策っていうのも、ネガティブなっていうかどうにかなんかしたいっていうんじゃなくて、今までより発展的な何かをするための方法っていうのは多分いくつかあると思うんです。でそんな中の一つに過ぎないんですけども、こういう配信ってのをちょっと今後いろいろ展開していけたらなと思ってます。あのぜひ皆さんいろいろ知恵を出し合って、あの業界自体が盛り上がるような
形にしていけたらいいなと思ってます。はい、今回はこの配信についてのお話、長々とお話しいたしましたが、ご視聴いただきありがとうございました。このまさおのチャンネルでは、音楽家や音楽イベントの配信を、行っております。お時間ございましたら、ぜひともね、他の動画も見ていただけたらなと思ってます。あとね、実はね、今この時期ね、音楽イベントの取材がね、一個も行けないんです。主催してるところは結構あるんでしょうけどね、慣れないこといっぱいやっててバタバタしてると思うんですね、正直。そんな他のいらんこと考える余裕ないわっていう人が多いと思うんですが、もしご迷惑はおかけしませんので、できる範囲でこの団体こんなイベントやってるよっていうのを取材させていただけるんだったら、ぜひお伺いさせていただけたらと思います。交通費の都合上、近畿限定でお願いいたします。はい、ではどうも今回ご視聴ありがとうございました。この動画気に入っていただけたら高評価、そしてコメントやチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではどうもありがとうございました。